はい、龍馬の隠し部屋です。順路についてはですね、もう一本ビデオ出してますんで、そちらを合わせてご覧ください。意外と狭いというか広いです。狭いって言いたくなるんですが、天井が低いっていうことですね。あと壁はですね、そこにも書いてあるんですが、江戸時代のそのままと、まあ、ね、こう藁が入ってるような昔の木ですよ。まあ、幕末って言っても400年も前じゃないですからね。百数十年前ですから。変名を使ってお登世に手紙書いてたんですね。いやー、これは坂本龍馬ファマンなら絶対来てると思いますけども、私もね、中入ったの初めてなんですよ。あるっての知ってて、毎回来て、なんか閉まってたりよくしてたんで、まあ、土日とかはね、なんか人がいっぱいいて、で、撮影もよろしいということで、今入り口で聞きましたんで、あ、これは実際6畳ですよね。まあ本当に中は意外と広いです。ただ天井が低いためか、さっき一言狭いって言ったんです。狭く見えますね。まさにここが屋根裏べらと。屋根が見えますよね。これが本当の屋根ですよ。この上に1個ね、部屋じゃないけど、ここなんていうの、私みたいになって、ね、ここに隠れてたんですよ。さすがに畳がないとね、寝泊まりできないですから。そして手紙が残っていると。まあ、複製ですけどね。本物のうちの。字を書く方ですね。龍馬っていう人は、いわゆる今で言ったら筆豆っていうか、逆を筆武将っていうんでしょうけど、本当によく手紙を書く人ですよね。寺田屋って書いてありますね。不思議なね、寺田屋、お登世さんに手紙を書いてたんでしょうね。お龍さんにも書いたんでしょうかね。これ説明がそのように書いてありますね。ここだったんですね。外から確かに見えないですよね。どれかなと。隠し部屋ですからね。隠れてなきゃ、隠せなきゃ意味がないですから。壁とかすごいですよ、これ。こんなね、この部屋に泊まりたいですね。隠し部屋ってことは、要はここに寝泊まりしてたわけですから、龍馬ここに寝てたんですよね。当然。ここに滞在というか隠れてた。もうすでにいろは丸の7ヶ月前って書いてありましたけど、もう目はつけられてたんですよね、前からね。ただ具体的に暗殺っていう目的で狙われ始めたのがもうこの頃だったわけですよ。だから鞆の浦でね、龍馬アシスなんて話になってたかもしれないです。資格がもしかしたら偵察に来てたかもしれませんよね。はい、龍馬隠し部屋でした。